琉球ですね。やっていきましょう。ペンキ塗りでちょっとお金増やせるかな。まあ慎重にやれば大丈夫だったので、慎重になりすぎたか。これは少しずつ速くなっていくよ。少しずつ速い。なんで俺いつもこう右やっちゃうの。67。下と右がね、ちょっと多分十字キー的にね、一緒になっちゃってるんですよね。投げてくると気をつけないとやべえぞと。当時おい逃げ道ね。もうこれいいっす、いいっす、いいっす。もうそもそも体力なかったんで。まあまあまあ、こっからですからね。これで下にも来ると、投げさせたらちょっと気をつけないとダメですね。こうコイン取るのにもちょっと小判、なかなか神経いりますね。こいつばっかじゃねえかよ。もうむずい、もうむずいもん。ここ提灯よりやばいですね。般若の面をつけた大工が大勢やってきてお城を大改造しているらしい。城、城ですか。この島は琉球王が治めているのじゃ。琉球王、同じ列、同じ配、あ、同じ配置に行かなければ先に攻撃できると。なるべく早めにペラペラ。あー、なるほどね。そうか、外国の人もいると。これやばいよね。一瞬あいつが投げる瞬間に一瞬の間ができるので、そこで倒してすぐ逃げるみたいな感じかな。術全然活用してない。一回だけだよ。今のも当たっててもおかしくない位置でしたから。これはやばい。ペラペラ。なんかアイテムがあんのかな。翻訳こんにゃく的な、それ持ってくれば絶対そうだわ。それか誰か連れてくる。いや、アイテムだろうな。大丈夫っす。うわ、今のところ一回あいつ投げさせたら調子に乗るかな。投げさせたらダメなんですよね。だ、もう来たら向かってって殴ると。上あった？他。下はもう行けなかったんで、あれ？提灯と大工のダブル。おお、シーサー。あれ？これ関係ないのかな。いや、なんかありそうだけどね、シーサー。お、ここがまず入れるそう。入り口なのかな。あ、結構入り口っぽい。普
通の、あーなるほどね、普通の店。いや今は大丈夫っす、そんなに金もないで、敵も出てくるんかい。そうあれコインがね、小判取りに行けないんですよね。あーなるほど。でもなんかこんなとこまで来ちゃったらさ、行くしかないよ。おにぎりとかなしで行った方がもうもはや良くないっていう、前回の例もあるし。金の兜、金の鎧、あーこれか、これ持ってれば、はあ、ははあ、なるほどね。どうする、辞書を買うかどうかですけど、まあ一旦ステージ見ようか、たぬきステージ。よし行こう。通行手形なしでも行ける。お、物知り G って、うおー980貯めろとそういうことね。この先は危険じゃぞ。全然危険じゃねえわ。これは効率悪くても小判でやった方がいいっすですわ。これは980か、結構な。結構ですね。これはやばい、きついきついきついって、まずい、あぶ、ちょ無理しない、無理しないで回復しよう。一旦回復、60で、よし一旦回復しよう。でもここで稼ぐのが一番早いよな、左右いるから。無駄打ちできない、無駄打ち最悪しても1回。こっちの方がいいのかな、こっちの方がいいっすか。ここで戦っちゃダメだわ、ここは。ここ平面、全部平面のとこ、全部平面のとこで行こう。よしこれ、おみちゃん待ちむす、久々待ちむす。これでかなり射程が増えたんで、だいぶ楽になりましたね。無理に取りに行かない。やば、980ってやばくねえかこれ。980取ったら旅日記つけるかいな。くっそ、なんかそうっすよね、旅日記つけた方がいいっすよねこれ。毎回ゲームオーバーのたんびに
980はさすがにきついんで、ちょ金貯めるのが意外にきついっていうことがね分かりましたんで、早い早い、待ち虫早い、逃げるな。よし、うわ、ここで敵出ないんだな。回復の近くでは敵出ませんよと。よくできてるわ、よくできてやがる。死ぬわけにいかんのじゃ。よくできてやがるわ。これやばいな。よいしょ、よいしょ。で右行こうとすると、あ、左ね、左行こうとするとここのカクカクが邪魔なんすよね。邪魔になって倒しにくくなると。よくできてるわ。かといって右行きすぎるとエンカウントが少なくなると。よくできてる。でこっちだと回復施設が遠いと。なかなかだわ。これ皆さんが思ってる以上に結構気張らないとね、すぐダメージ食らっちゃうんすわ、こうやって。でしかもヨーヨーから、ヨーヨーからこのキセルになった時に当たり判定、当たると思ってやったところが当たんなくなっちゃうから、これまた苦しいっていうね、言い訳ばっかの人生ですね。こういうことなんですよ、こういうことなんですよね。無敵時間も短い。ここはもうこれで、安全、安全大事でいこう。よし、あっぶね。なるほど、なるほどね。やば、やばいっすわ。なるほど、あれだけじゃねえと、おにぎりだけじゃねえと、普通の料理も高くなっていくと。舐めやがって舐めやがって、完全にミスできないじゃないですかこれ。よし、これでまあ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 、ちょっと射程が、射程が伸びるんでありがたいっすね。980ってやばくない？いやマジで旅日記つけてきますわ。それともこれ下で戦った方がいいのかな、ここじゃなくてこっちとかで。いやでもそう変わんねえよね、ここも。あれ旅日記どこでしたっけ、右でしたっけ、ここか、違う、えぐいえぐい、いろいろえぐいのよ。おし、普通の侍がマジ神に見える。右、確かどっかの建物の右、
建物っていうかこのルートの右側しにあった気がするね。ここじゃないだろう。ここ最初のとこなのでこっちかな。あっぶね。ぐっそ、こんな飯屋ってなかったっけ。飯屋ないか。つらいぞこれは。うお、その場で戦えない辛さ、怖っ。ここかな、ここか。ちょっと食べに気つけるわ。なるほどね、はい、了解。記録食べ日記つけたけど、よし、ナイス。あと100が遠い。無理に戦わない、こういうこと。まあまあまあ一気か。あいつの話聞けば終わるのかな。あいつの話聞いて終わるんだったらまあいいかなみたいな。よっしゃ、来た。でもその可能性あるよな。だって980相当時間かかるからね、これ貯めるの。これ持って あそうか、一気やられると時間は復活するのか。行くでーと。あ、そうや、話せた。わしが琉球王だ。この城はすでに般若一族に乗っ取られている。やつらはここで何か恐ろしいことを企んでおるようだ。もはや一刻の猶予もない。城の周りのシーサーズ王の一つが拡張、やっぱそうなんだ。任せろ。具体的にどこのどれかは教えてくれなかったけど、まあ、左かな。いや、わかんねえな。違う。あっ、ここだ。すげえ、ロックマンみたいな、ロックマンみたいな、ファイヤーマンの面みたいなやつ。どんな感じ、だるま。なるほどね、はいはいはい。いや、これはもうマリオで結構慣れてるのよ。いてし、むず。これ倒せる？そういうのはない。落ち着いていこう。落ち着いていけば大丈夫だから。こうだ、落ち着いていけば大丈夫だから。ボス拝めるかな。で、結構ガバガバの縄。あっ、ガバガバすぎた。ガバガバなのは俺だった。
じゃあ日記つけたところから始めます。はい、神が舞い降りまして、ここまでノーダメージで来れました。あのだるまのとこもタイミングさえ間違わなければいけると、そういう感じでございました。もういけんのは本当に焦らす心がミスを誘うっていうね、それが一番の敵でござんすよと。慌てるな。これ今まで本当にさ、左右のさ動きだったから、ここに来てこの上下の動き、捕まった瞬間その後上下の動きが大事っていう、ね、でしかもこれこうなっても大丈夫だと、ここは。はい、まあよく初見で来れたもんですよ、ここまでノーダメージで、でしかもここもいて安全だと。どういうことだ、行く場所がねえぞ。あ、左行けるってことなのかな。でも結構きつくない？あ、一応行けると。ちょ待って、お、破壊できる。あ、破壊できる。あ、ちょ待って、どうすんのこれ。右ってこと？いや、押される。そう、バネなんだこれ。にしてもだよ、結構なスピード出てますか。破壊、この状態での攻撃はできない。コインはダメ。なるほど、こんな近場で攻撃しないとダメ。あ、はい、どうも。あそこの一番上右倒したら通路ができましたと。で、2発で倒れると。別にこれダメージエフェクト、ダメージエフェクトがちょっと出ないので、ダメージ食らったかどうかがちょっと分かりにくくなっているやつでした。はい、おっ、これ上上がってくいパターンのやつか、これ。むず、まあなるほど。うわーなるほど。もう絶対倒すっていう意思じゃないと。お、ハンマーブロス、これここでようやくこれぞうくんかい。うわ、ちょっと待て、ちょっとぼーっとしてた。うっそ、最後間に合うんすかね、あれ。こう間に合うんだ。いやマジでこれもう、うっそ、いや、うっそ、あ、そっか、ジャンプしなくていいって感じか。いや、これもう、これ行くしか、うっそ、なかなかだぞこれ、めちゃめちゃだぞこれ。こっから一気に駆け上がっていくしかないわけで、いや、ギリギリだな。で、ここはジャンプしなくてもいいと。ここもジャンプしなくていいんじゃねえのって少し。あ、まあまあ、ギリギリちょっとあれか。で、ここは逆に大ジャンプじゃないときついんじゃねえかっていう。まあ、食らってもいけるからね。
ウィだ。ティラリラン。だるま落としか。うお。え、こうか、こう、こうか。あ、これは、これは。よし、これはまあ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 。タイミング、うっ。飛ばされた。か、でも。いや、むずいか、これは。ちょっと。あれ？あれ？ここ、え、あれ？あれ？あー、でもダメージ与えるにはいかないとダメってことか。なるほど。まあ、小ジャンプで、2発。いや、ちょっと、油断した。難しいな。なるほどね。あー、でもまあ、ボスまで行けたんで。はい。はい。またまた神が舞い降りまして。おにぎり残して、この状態。行きましょう。で、これ、お金なくなったらアウトなので。え、でも実際そうだよね。お金どうすんだろうね。これ、なくなったら。しゃがみからの解放が早いのか、私が。やっ、あー、くっそ。いや、これはめちゃめちゃむずいぞ、これは。早い段階で、あ、でも、でも、でも、こういうことだけはね、早いんですよね。うーわ。まさかの当たり判定あるとは。左側安全地帯、右と左は安全地帯だけど当たり判定あると。金足りるかな？ちょっと不安。本当に、あ、ここで片付けたいんですよね。3段目になったらもう大丈夫か。よし。ちょっとジャンプするの遅いか、私が。届かんな。うーわー、ちょっと、いや、このタイミング、いや、もうめっちゃ慣れた、めっちゃ慣れた、このステージ。もう余裕。いや、ボス簡単、これね。ほんと見てる分にはすんごい簡単だから、 なんでこれ横行くのはいいんだけども。あーく。よし、そういうことね。ちゃんと、ちゃんと見よ。五右衛門のこと。ちゃんと見てあげよ。最後はこう。よし。赤をかわすんじゃ、赤をかわしただけじゃない。ちゃんと紫もかわしていくと。よし。勝った。これ勝ちましたね。ここ安全地帯なんで。で、このだるまがなぜかこの端っこに判定があるから、ここでジャンプしちゃいけない。遠くにいるときにジャンプすると。バカが、バカが。あ、やべ。あ、やべ。キセルになっちゃった。え、これ大丈夫か、これ。よし、いける。やっべ。いや、これむず。このタイミング。やべえ、これ。
え、めっちゃむずい、このタイミング。うおー、大丈夫だった。え、うおい、まだ、そうだよな、あんなボスが簡単なわけねえよな。ステージ、まさかのステージ、ドラキュラくんスペシャルで見たことある感じのステージ。うっす、なるほどね。あぶ、そうそう、こういう感じ、こういう感じよ。おい、これやばいわ、ここの、ここやばいわ。なるほどね、はい、やばくねってこれ。そういうことなんですけど、すっと、これまあ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 、しゃがんで次ジャンプだよな。はい、今ので分かりました。なんかね、ジャンプ中の移動ができないな、あんまりできない、幅が少ない。これまあそうなんだよねっていう、はい。ちょ、そうしたらそこの、いやでも続けるか。なんかこの旅日記つけた状態が、気がある状態でやりたいよね。一回で終わっちゃうから、まあまあまあ、ちょっと考えますわ。はい、考えます。さあ、まあ考えてもしょうがないのでいきましょう。とにかくジャンプの、本当に少しだけだわ。ジャストミートでいかないと、いやー、やばいっすね。わーっ、ちょっとやばいっすわ。早めにジャンプしちゃうとダメと。このぐらい、いやん、やばいっす。めちゃめちゃむずいわ、これ。だから遅くても早くてもダメだと。なるほど。こんな感じで、ようやくですよ、これ。ちょっと、いや、マジ怖いわ。琉球やばくね？琉球やばすぎだろ。これで敵なんか出てきたら目も当てらんないっすよ、マジで。マジで。これ、ほんとに。あー、やった！あ、終わりか。やった。いやいや。はい。ようやくここにたどり着きましたね。いや、あれからね、ジェットコースターかなり失敗しまして。で、これどうするかというか、まあまあ、こういう、逆にね、こういう面は助かりますよね。こうやってタイミングを測れるので、と言いつつ、まあ、あそこに飛び移るわけか。こう！いや、このタイミング無理だろ、ここ。一回ちょっとずらすんかな。ずらし、ちょっとまあいろいろずらしつつずらしつつやってみてるんですけど、いや、このタイミングしかやってこないのよね。でもちょっとずれた？そうでもねえな。だからこうジャンプし、無理。いやー、上いけるかこれ。まあでもそうか、こう惜しい。いや、めっちゃ時間かかってるよ、この琉球。マジか。これ逆に積んでたりはしないよな。別のとこ行くとこないもんね、だって。ないっすもんね。ないっすよね。あ、このタイミングいけるな。あれ？なんか、一回
回目だけなんかいけそうなタイミングになってんな、これ。こう、よしよしよし、お、あ、危ない危ない危ない、よしよしよし、いいよ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 、松本いいよっと。これ上乗れそうだけどどうだろう、こーわ。あ、上乗れ、あ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 、やべえとこに敵いる、やばすぎだろ。ちょっとアップ、あ、あ、危ない危ない。そっか、これなるほど、これでタイミング合わせることもできますと。なるほどね、あ、やったちょ、うお、めっちゃ編集大変そうになるよこれ。すげえすげえ、カットカットカットのカットで。いやでもこれジャンプこんな感じで、よしよし、そういうことだな、なるほどね。ジャンプこれ止まれ、止まればこれいける。あぶね、怖っ。こんな感じで、ただそこはなんか得策じゃない。ここでこう、こうか。よし。来た意味。あそこ左上行けねえだろ。無理だな。こっちか。こうか。変なとこに嫌がる思考だな。よしよし、いよいよいよ。こう。こう。慌てちゃいかん。慌てちゃいけないよ、財前くん。よし、押しじゃない。押しではない。オッケー、左気になる。左気になるけど。まだあるの？いや、嘘でしょ。いや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 。見えなくても心の目で見る。すげえ回復するやつ。す、うわ、やべ、やっちった。何初歩的なことしてんだ。いや、これはちょっと慌てずいくよ。す、す、よし。いや、無理だろう。てってるで、てって、お、え、え、姫、姫。これはきつすぎだろう。なんじゃこいつは。お、あれ、お、いやー、そうか、当たったらやばい、当たったらやばいと。はい、ここまでなんとか HP だけはキープした状態。おにぎりがちょっとあってほしいかなってとこです。これもクリアーか、雪姫。クリアではない、これ雪姫でしょ。いや、どうすかこれ。とにかくこいつに勝て、いつ、あー、なるほど、八代べ的な感じか。おい、すんげー、すん、え、すんげー移動した。え、だからダメージ与えて傾くことを想定に入れないとってことかね。むずー。はい、行きましょう。テンテルデテンテルデンだけど、なかなかよこれ。まあまあこう移動します。まあそんな感じでどんどん速くなっていって、まあ最初のとこに移動すると、でここで下にググっていってってことか。はいはいはい、なるほどね、了解。だから、ああ、これうまくできてんな。
うまくできてんなこれな。なんつうかさ、これ相手のライフポイントがないんだが、相手のライフポイントがないんだがって、うわ、五右衛門のあの上の鎌が移動する位置は一緒だと、とりあえずそれが今分かりましたんで、まあまあデータ集めですね。はい、さあ行きましょう。下にはできないが、まあまあやっぱコインだろうな、小判だろうな、コイン振っちゃうけど、とにかく、おお、え、いや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 、エンディング、どういうこと。おお、雪姫無事でよかった。さあこちら、やばいやばい、偽物の可能性あり、気づけ五右衛門。ええ、すげえ、キャーほら来た、わしは般若大将軍。何、地下牢に、あ、地下牢に落ちるがよいと。うわー、およーと。え、あのボスなんなん？3発ぐらいで死んだけど。3発、あ、雪姫救世幕、あ、ステージ9です。ということは次回が、このステージ9が、最後、八重ちゃんが、助けに来てくれるところからですね。でしかもこの曲ですよ。はい、まあなぜこんなところに偽金工場は。はい、では次回こっからスタートさせたいと思います。デッシーでした。失礼します。